込みも含めまして、バランスを取るためにもこの吸盤とですね、外旋の動きをやるといいと思います。はい、今回は吸盤プレスについてお話ししたいと思います。吸盤プレスというのは、いわゆる肩のインナーマッスルですね、極下筋という筋肉を鍛えるトレーニングになります。極下筋のトレーニングといいますと、いわゆるエクスターナルローテーションですね、外旋させるトレーニングが主になりますけれども、そういったエクスターナルローテーションとしては、ケーブルとかチューブとか、とても軽いダンベルを使って行うやり方が一般的になっています。ただこれはですね、どちらかといいますとリハビリとして使われるような動きになりまして、チューブによるこういう、よく野球のピッチャーがやっているようなですね、エクスターナルローテーションはリハビリのために使われてきます。それとは違ってリハビリではなく、積極的に極下筋を鍛えたいトレーニングとして、こちらの吸盤プレスを今回お勧めしたいと思います。極下筋はもともと側筋繊維が結構多くなりますので、ある程度の高重量に反応しやすい運動になります。ですのでリハビリの場合は軽い重量で20回、25回、30回ぐらいやるんですけれども、吸盤プレスの場合はそれなりの重量を用いて、他のトレーニングと同じようにある程度重い重さでやるようにしてください。では動きを説明します。まずダンベルを持ちまして、このように上に引き上げてから外旋させていきます。そしてそのまま持ち上げてください。持ち上げたら下ろしていって、このように肘が高い状態をキープしたまま元に内旋させて戻していきます。外旋プレス、内旋プレス、このような感じで吸盤プレスを行います。まあ、なんで吸盤プレスというかといいますと、キューバのですね、ウェイトリフティングのオリンピックチームが考え出したエクササイズでして、ウェイトリフティングの時にこのようにクリーンする動きがあるんですけれども、まあ、それを強くするために極下筋の運動として吸盤プレスを行うようになったということです。特に、まあ、野球選手なんかにも有効なんですけれども、このような外旋する動き、普通のベンチプレスですとか懸垂だとか大胸筋や広背筋のトレーニングですと、腕を内旋させる動きが鍛えられるんですけれども、普通のトレーニングで外旋の筋肉ってあんまり鍛えられないんですね。そういった意味も含めまして、バランスを取るためにもこの吸盤プレスで外旋の動きをやるといいと思います。吸盤プレスぜひお試しください。大体レップスとしてはですね、ある程度重い重量を使いまして、8回から10回ぐらいでいいと思います。セット数としては2セットから3セット、肩のトレーニングの締めに行うといいのではないかなと思います。ぜひお試しください。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。今後のセミナーなどの新しい情報はですね、LINE の公式アカウントとかは、お知らせしていきますので、ぜひ概要欄から友達登録よろしくお願いいたします。